ゲリラ豪雨情報をお伝えします。まずいただいている天気の報告で見ていきますと、関東甲信エリア広く日差しが届いていますが、局地的にこういった活発な雨雲が発生している状況となっております。それでは雷雨発生の確率も見ていきましょう。このように静岡県や山梨県、関東でも西部や北部などで雷の発生する確率が高まっております。雨だけではなく雷にもお気をつけください。それではこの先の雨雲の様子見ていきましょう。こちら13時の時点ではこのように雲がかかっているところ、青色の雨が降るようなところもあります。時間を進めて見ていきましょう。このように時間を進めていきますと、午後このように雨雲発生しやすくなっております。静岡県では山沿いだけではなく平野部にも雨雲が流れ込む恐れがありそうです。また関東では北部そして西部、急な雨そして雷雨に注意をしてください。